速稼塾の久保です。今日取り上げるコメントはこちらです。はい、静岡県民の方からいただきました。の前にこれはどんな動画に対してのコメントだったのかってことをちょっとおさらいしておきますね。これはですね、静岡県の川勝知事が、中国にねかなり肩入れをしていて、もうこれね中国のスパイなんじゃないかなと。まあ日本にはスパイ防止法がないというね、極めて稀な国なんですけども、我が国はこれ完全にね、スパイなんですよ。ものすごく危ないです。中国の一帯一路構想っていう、他の国を侵略したり奴隷化するものを静岡県民を挙げて応援してますよってことをね、公式の場で述べてるわけなんですよね。まあこれはね、心から謝罪していただきたい。ちなみにですね、この川勝知事って、なんか人のことをゴロつきとかいうね、言葉を使って、ものすごく貶めたことによっても、お詫びをされてますよね。でもこんなお詫びじゃ済まないですよ。でリニアモーターカーの件もいろいろと言ってますけども、結局はね、中国のリニアモーターカーが世界で一番にしたいがために日本の事業にブレーキをかけている、いわゆる国益を損なうことに一生懸命国の税金で給料をもらいながらそういう活動をしている人だっていうことなんですよね。もちろんいろんな考え方、いろんな説があると思いますんで、私の言うことを鵜呑みにするのか、それとも別の方が言ってることを鵜呑みにするのか、それとも自分で考えて選択してこうだっていうふうに決めていくのか、それはもう皆さん次第なんですよ。何が本当かわからないっていうふうなことをよく言いますけども、それはね、何が本当かっていうのはあなたが決めないといけないんですよね。もう本当にその通りなんですよね。じゃあコメント読ませていただきます。はい、静岡県民です。つい先日このことを知りました。ありがとうございます。とんでもない人だったんですねと。知らない人がほとんどだと思います。拡散しなくては。はい、そうなんですよ。あのね、やっぱりまだね、情報発信する人がものすごく少ないってことがこれでわかると思うんですよ。情報発信する人が増えれば、情報をインターネットから取る人も増えるんですよね。でも相変わらず情報発信をしないから、テレビでばっかり見てる、言ったらインターネットで検索するときもものすごくね浅いんですよ。もっともっと深く、もっともっと深く強く見ていかないといけないですし、ある一人の人にどんな視線で論調を出している人がいるのかってことも見ていかないとね、やっぱり複合的に情報っていうのは精査しないとなかなか見えてこないところがありますし、で情報っていうのは見えたからといってそれがね確定じゃなくって、また新しい事実によって見方が変わることもありますんでね、非常に難しいんですけども、難しいからこそ分かるまでやっていくしかないと思います。分からないからっていうんでやめれば分からないが確定するんですよ。分かるまで追求すれば分かっていくんですよ、ということなんですね。コメントに戻ります。みんなのんびりしてるし、調べようともしないんですよねと。もっと真剣になってほしいです。本当その通りですよね。静岡県民の方、ぜひね、選挙という制度がありますんで、この川勝知事をなんとかするか、もしくは現職で今この時点でね、川勝知事に意見書を出したりとか罷免を要求したりとかすることもできます。更迭するようなね、動議を起こしてもいいんじゃないですかね。選挙は間違いだったと、川勝知事はもう静岡県民の代表じゃなくていいですみたいな感じでね、動議を起こしてもいいんじゃないですかね。はい、リニアに関しては水が問題だということで頑張ってくれてるのだと思っていました。そうじゃないのか、どっちなんだね。どっちなんでしょうね。水の問題ももちろんあると思います。でも水の問題が 100% ではないです。水の問題がちょびっとあって、水の問題は乗り越えられなくもないけども、でも乗り越えずにリニアを邪魔するために利用してるっていう考え方もできますんで、あとは一人一人県民の方がね、賢い知恵を総動員して川勝知事を評価するしかないですよね。で県民の評価がたまにね、間違えて誤解をもとに知事をこうね、官職に追いやってしまうこともあると思いますけども、それも込みで民主主義ですから、間違いを恐れずにぜひね、一人一人行動していくことだと思います。我々の生命とか財産とか、そういったものに関わってきますんでね、もっと言えばね、私たちの子供に対して責任があるわけですよ。はい、とにかくまだ周りでは何も話題になってないことが恐ろしいです。ぜひね、あなたが話題にしてください。周りの人に言い続けてください。ということで、情報発信者が少ないっていうことはね、私はもう本当に常々申し上げております。今ね、感染症騒動で店舗とか会社とか結構厳しい状況にありますよね。っていうのはもともとね、店舗とか会社って多すぎたんですよ。情報発信する人が少なすぎるんですよ。だからこのバランスを変えるために、店舗とか会社をやっていた人はもう早くね、情報発信の方に移行した方がいいと思います。で情報発信はちゃんとお金になりますんで、やっていけば分かります。ただ1日2日でお金になるかって言ったらそうではないですよ。しっかりと情報発信していけば、その情報によってものすごくね、損害を防げた人とか利益を得る人、要するにニーズが発生するわけなんですよ。ですんで結局儲かるってことなんですよね。だから必要な情報発信はやっぱりしていかないといけないと思います。芸能界のゴシップでね、情報発信っていうのもありえますけども、それはちょっとね、
あんまり先がないんで、そうではなくて誰かを叩いたりとかなんとかじゃなくて、ちゃんと権力にメスを入れるっていうのね、報道のやっぱりこう報道の役割をね、私たち一人一人がパーソナルトレーナーとして発動してもいいんじゃないかなと私は思いますけどね。それではありがとうございました。コメント